ベルリンテレビ島は、ドイツの首都ベルリンミッテクの交通の中心地、アレクサンダープラッツに位置するテレビ島である。テレビ島は、旧ドイツ民主共和国によって、東ベルリンだった地区に1965年から1969年にかけて建設され、東ベルリンのシンボルとなってきた。テレビ島は現在は、ドイツテレコムの所有となっており、 ベルリン中心部のどこからでも見ることができるベルリンの有名なランドマークである。建設された当時の高さは365メートルだったが、1990年代に新しいアンテナが設置されたため、現在の高さは368メートルとなっている。ベルリンテレビ塔はヨーロッパ有数の高さの塔であり、モスクワのオスタンキノタワー、キエフのキエフテレビ塔、 リガーのリガラジオテレビタワーに次ぐ高層構造物となっている。テレビ塔からの眺めはベルリンでも最高で、今でも年に100万人の観光客が訪れている。塔の中ほどにある球体の真ん中には展望台と回転レストランがあり、観光客の人気スポットである。展望台は高さ204メートルの位置にあり、晴れた日には40キロメートル以上先までが見える。 20分で360度回転するレストランは展望台の数メートル上に位置している。塔のシャフト内は2本のエレベーターが地表から球体まで40秒で観客を運んでいる。ただしエレベーターのカゴのサイズが小さく、車椅子が入れないほか、エレベーター待ちの観客がテレビ塔入り口でいつも行列をなしている。タワー基盤部のパビリオン1964年。 東ドイツの支配政党ドイツ社会主義統一党の初期長だったバルター・ウルブリヒトは戦前のベルリンの交通中心地繁華街で東ベルリン時代にはシュプレー川まで続く広大な広場となっていたアレクサンダープラッツにランドマークとなるテレビ塔を建てる案を許可したこの塔は西ドイツのシュトゥットガルトで1950年代に建設開始された世界初のコンクリート製 テレビ塔、シュトゥットガルトテレビ塔と同様の構造で、シュトゥットガルトの塔より高く、東ドイツの工業力を示すものだった。ベルリンテレビ塔建設のアイデアは1950年代半ばに遡る。当時、東西ドイツ政府は統一後の首都ベルリンの都市計画をめぐり、建築設計協議を別々に開催するなどして、激しく対立していた。西ドイツ政府、 ベルリン州政府主催の都市構想コンペ、首都ベルリンには、ルコルビュジエや優勝者、スミッソンフサイラ西側の名だたる建築家が参加したが、東ドイツ政府はこれをボイコットして1958年に、ドイツ民主共和国首都ベルリンの社会主義的都心、改造をと題した、独自のコンペを行った。これにより、シュプレー側から、アレクサンダー・プラッツ間の大集会用広場、 マルクス・エンゲルス広場の周辺計画が決定していった。この時、バウハウスの影響を受け戦前から活躍した建築家で、1950年代末には、社会主義リアリズムからモダニズム建築に回帰しつつ、あったヘルマン・ヘンゼルマンが、イエルグ・シュトライトパートと共に、球体の展望室のあるテレビ等を提案したが、審査では批判されたため実現しなかった。 この案が1960年代半ばになって、東ドイツの通信網整備の拠点として、また東ベルリンのシンボルタワーとして、さらに間近に迫った東ドイツ建国20周年を祝う記念碑として復活することになる。テレビ塔建設にあたって、ヘンゼルマンとストライトパートに加え、バルター・ヘルツォーク、ヘルベルト・アウストも設計に加わった。 建設は1965年8月4日に開始された。円水系の高さ250メートルの鉄筋コンクリートの塔を建て、さらにアンテナ塔を継ぎ足す工事は4年の歳月をかけてほぼ完成し、1969年10月3日には試験放送が行われた。公式なオープンはその4日後の1969年10月7日。 ドイツ民主共和国の誕生から20周年を迎える建国記念日のことだった。テレビ塔はアスパラガスの茎に例えられ、西ベルリンからテレビ塔を見上げていたジャーナリストたちはこの塔をテリースパーグルと呼んでいた。このテレビ塔は西側から見ると忌々しいものだったためか、口差がないベルリンっ子たちの様々な小話の対象となっている。例えば、 テレビ塔の休憩部に貼られたステンレス光のタイルに太陽が反射すると光の反射は十字の形になった。この効果は設計者の意図したものではもちろんなく、設計時にこうなると分かっていたわけでもおそらくない。しかし、共産主義政府の無心論をからかうため、また、東ドイツで進行中の境界への抑圧にこうするため、ベルリンコ子はこの光の十字をラッヘデポップスタス。 法王の復讐と呼んだ。ロナルド・レーガンアメリカ大統領は1987年に報読した際、ベルリンのブランデンブルク門で演説した際に、この逸話にも言及し、この光を愛や崇拝のシンボルと呼び、ベルリンが社会主義によっても決して抑圧されない証だと述べている。また同じ理由から、テレビ塔はバルター・ウルブリヒトにちなんで聖バルター教会と呼ばれた。 2006年にドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップ及びベルリンオリンピアスタディオンで開催される決勝戦を記念して休憩部にはサッカーボール型の飾りが施された。テレビ等の現在の所有者であるドイツテレコムのコーポレートカラーにちなみマゼンタを使っているドライエッグフンクトルム公式その他ありがとうございます。